こんにちは、ココイーストテクニカルアドバイザーの石内初美です。前回付け替え動画を投稿してから、1ヶ月がまたまた経ちました。ですのでまたこちらの、今ついているネイルをフィルインしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。前回の動画ではこちらのパールを載せるところまではご紹介していなかったんですが、仕上げてからちょっと寂しいなと思ったので後からパールを載せました。で、このパールなんですけれども、ココイーストのノーワイプアクセサリーボンド、こちらでつけています。結構大きなのを載せたんですけれども、取れずに1ヶ月こちらも持っていますので、ぜひですね、何かパーツを載せたいという方はこちらのノンワイプアクセサリーボンド、とてもおすすめです。ぜひノンワイプアクセサリーボンドも使ってみてください。ではまずこのパールの部分取っていきたいと思います。ニッパーで今日は取ってしまいます。パールなのでマシンで削り落としても大丈夫です。まずはメタルプッシャーでキューティクルを押し上げます。この時に爪に貼り付いているルースキューティクルを無理やり剥がすのではなく、キューティクルを元の位置に戻すように押し上げます。メタルプッシャーで地爪を痛めてしまわないように注意をしてください。メタルプッシャーでキューティクルを押し上げることができたら、ジェル表面をカーバイトビットで削ります。マシンが前回使用した設定のまま出てたのでリバースになっていました。リバースとパード間違えないように注意をしてください。結構あるあるですね。今日はエリカズ APA 社の T-REX というカーバイトビットを使用します。 T-REX カーバイトビットはココイーストのオンラインショップでご購入いただけます。カーバイトビットで削り終わりました。前回はカラードベースンビルダーを使用していましたので、このように色が残ったままになっています。親指はその前ジェリップをつけていましたので、その時のボンディングデュオインボトルのクリアが出てきているような状態です。でもどこも浮いていません。ちょっとここに、ね、亀裂があるので少し後で直したいと思います。長さを落とします。最後にも削りたいので、伸びた分よりは少し長めに残しています。ボードファイルで形を整えます。ボードファイルで形を整えると同時にサイドの余分なジェルを削ります。形を整えてサイドのところを
即しました。この赤がカラードベースビルダーを前回使用していますので、赤がベースジェルなんですけれども、サイドのところですね、色がなくなるギリギリぐらいまで削ってしまいます。そうすると幅広の爪にならずにすっきり仕上げることができます。次にエリカズ ATA 社のプレパレーションビット2部でルースキューティクルの処理をします。次にサンディングバンドで地爪部分のサンディングと余分なジェル、そしてジェル表面の凹凸を取っていきます。横の部分は少し亀裂が入っていますので、しっかりめにジェルを取っていきます。白くなっているところは浮いていますので、叩くようにサンディングバンドを当ててあげると地爪を傷めることなくその部分だけ取ることができます。サンディングが終わりました。前回がロッソレッドグラスのカラードベースを使用していますので、何とも言えない感じですね。なんか金魚のような不思議な模様になっていますが、カラーのついたベースを使用していますので、このような状態になっています。全体のダストを払って爪表面を消毒用エタノールで拭いていきます。このように見ていただく と、カラードベースビルダーがなくなったところですね、色素沈着などもせずに地爪の色のまま出ています。結構なんか赤なので色素沈着心配されている方とかいらっしゃったんですけれども、色素沈着することなくですね、フィルインなので全部取ってないんですけれども、この茶色のところとかキューティクルの際のところですね、見ていただくと色が爪に映っていないことが分かります。亀裂のところなんですけれども、そんなに大きな亀裂ではないんですが、ストレスポイントのところで結構重要な場所が割れていますので、今日は補強をしたいと思います。何でもいいのでジェリップですね、使わないサイズで大丈夫だと思いますを用意します。このフリーエッジの部分よりもキューティクル側の方が薄いので、キューティクル側を利用します。ちっちゃく、ジェリップを小さくカットします。大体の大きさを見て、まずちょっとかなり大きいのでさらに小さくします。このように骨折の時の添え木のようにジェリップを貼りたいと思います。ジェルでもグルーでもどちらでも大丈夫なんですが、今日はグルーを用意するのが面倒くさいので、ジェルでつけていきます。亀裂のところにボンディングデューインボトルを乗せて、ここに先ほどのジェリップを置きます。置いたらはみ出ないようですね、乗せてこのままライトで硬化します。ちょっと押さえておきたいので、こういうハンディライトですね、用意していただくといいかと思います。仮硬化ができたら
ライトで硬化します。少しジェルがはみ出ていますので、こちらの未硬化ジェルを拭き取ります。拭き取ったら、このジェリップとジズメの段差を取ります。ジェリップとジズメの段差を取りつつ、ジェリップ表面もサンディングをしてください。全体をなじませることができたら、ダストを払って表面を拭き取ります。そうすると亀裂の上をジェリップが覆っている形になるので、傷が補強されます。はい、土台の部分が終わりましたので、こちらからですね、ベース作りからしていきます。今日もまたまた、カラードベースビルダーの、91番ホワイトグラデーションを用意します。ホワイトグラデーションを塗布します。91番の2度塗り目を塗布します。厚みをつけていきます。繰り返してハイポイントの位置を調整して、程よく調整ができたらライトで硬化します。厚みをつけるときは一度にのせる量が多いので、1本ずつ仮硬化をしながら塗布をしていってください。厚みをつけます。ひっくり返してハイポイントを調整して、調整ができたらライトで硬化します。次にこの赤の上なんですけれども、カラードベースビルダーのヌーディスビーチを塗ってみたいと思います。多分消えるはずです。まずは1層目、一度塗りが終わりました。ちょっとまだらでこの後が心配なんですけれども、フィルインのための土台作りですねをしていきます。塗布ができたら土台作りしていきます。繰り返してハイポイントの位置を調整しながら、塗布ができたらライトで硬化します。はい、仮硬化しました。消えるはずと言いながらちょっとドキドキしたんですけれども、はい、赤のまだらなくなりました。ということで、もう一本、塗布していきます。じゃあ親指も同じように塗っていきます。結構ね、赤塗ってこの後フィルインしないんですかとか、フィルインどうすんのとかってよく聞かれたんですけど、できると思ってました。はい、ヌーディストビーチは赤が消えます。普通の二度塗りだとこんな感じなんですよね。でもフィルインのための土台作りですね、あと、まあ、長さがあるので強度も必要ですので、その分しっかりとジェルをこの後上に乗せていきますので、まだらがいなくなります。ちゃんとね、ハイポイントのところに乗せていきます。でひっくり返してジェルの調整をします。
まとめて5本の効果が終わりました。いかがでしょう。そんなにまだらになってないかなと思うんですが、ちょっと裏から見ちゃうとね、前回の赤がちょっといるんですけど、表から見るとほぼいない状態です。はい、次にココイストの、レインボーマイカフレーク R の1番を用意します。シリコンスティックで R の1番を取ってきて、先ほどのホワイトグラデーションの上にこれは未硬化ジェルに貼り付きますので適当にのせます。で最後浮いている部分はシリコンスティックで押さえつけます。付属のチップもあるんですけれども、長さが短いので個人的にはこのシリコンスティックが使いやすいかなと思います。次に、ココイストの新商品ですね、ヘイジージェルのクリアを用意します。ヘイジージェルは硬化せずにカラーを使用しますので、233番と238番を一緒に用意します。レインボーマイカフレークの上にヘイジージェルをのせます。のせたら 238S をヘイジージェルの上に置いていきます。乗せたそばからなんかじわーっとにじんできているんですが、このにじみを作ってくれるのがこのヘイジージェルというジェルの特徴です。不思議なにじみができます。乗せたら少し待ちます。じわーっとカラージェルが広がります。このジェル広がり続けますので、そろそろいい感じかなっていう模様のところで一旦硬化をしてください。はい、小指も同じようにヘイジージェルをのせて、ブルーでブロンズですねをのせていきます。がついて触りたくなっちゃうんですけれども、触らなくてもじわーっと勝手に滲んでいってくれるはずです。はい、勝手に滲んでいってます。スイッチ触りたくなるんですが、滲みができたらライトで硬化します。次にブルーイホワイトを用意します。ブルーイホワイトでラインを適当に引いていきます。まっすぐではない方がいいので、なんか手が安定していないぐらいがちょうどいいかもしれないですね。こんな感じでラインを引きます。ラインを引くことができたら、パレットの上に先ほどのヘイジージェルのクリアを乗せて、通常のブラシでこの先ほど描いたラインの上にヘイジージェルを乗せていきます。なんかトントントンって置いていってあげると簡単に乗せれるので乗せていきます。そうするとこの、56番のラインがどん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 ねじんでいきますので、ラインのメインの部分を残したまんま周りがぼやけるようににじんでいきます。結構このラインをぼかすっていうのが難しかったりするんですけれども、ヘイジージェルを上から乗せてあげると勝手ににじんでくれますので、それを利用して模様を作ります。そこで時間が経てばもっともっとにじんできますので、2本 一気にですねやっていきます。こっちも同じように、なんかぼかしてるっていうよりはこの上に置いてトン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 って筆で触っていってる感じですね。そうするとどん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 グラデーションのようににじんでいきますので、これを利用しながら模様を作っていきます。
このようになんとなく線ラインがにじんできたらライトで硬化します。再度先ほどのマイカフレークをちょこっと上に乗せます。これはすごく不思議なアイテムで、なんとなく勝手に奥行きができますので、再度上から軽く乗せます。トップコートジェルにはウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルを用意します。マイカフレークは未硬化ジェルに貼り付いていますので硬化する必要ありませんので、このままトップジェルを塗ります。2本に塗布していきます。ヘイジジェル若干なんですけれども、凹凸が出る場合がありますので、凹凸が気になる場合はウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルで凹凸を埋めてあげてください。塗布ができたらライトで硬化します。硬化が終わりました。2本は仕上がったんですけど、残りの3本は、まだトップジェルが塗れていませんので、残りの3本に、はい、ベルベットマットノンワイプトップコートジェルを塗布します。塗布ができたらライトで硬化します。はい、硬化が終わりました。これで完成とする場合は拭き取る必要はありませんが、この後クロムペンをつけていきたいと思いますので、一旦クレンザーで拭き取ります。はい、マーカーズライノンワイプカラージェルシックホワイトを用意します。今日はどうやらセッティングを間違えたみたいで、ちょうどおでこのところになぜかライトが、めちゃくちゃ描きにくいんですけど適当になんとなくでラインを入れましょう。はい、ラインが描けたら、ライトで20秒硬化します。はい、クロムペンの1番ゴールドを用意します。マーカーズラインの上にクロムペンをこすりつけていきます。こすりつけたら余分なパウダーを払って、余分なパウダーを払います。はい、最後にウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルを用意します。3本にウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルを塗布します。こちらも先ほどみたいに凹凸があるわけではありませんので、さっと塗っていきます。塗布ができたらライトで硬化します。はい、硬化が終わりました。これで、一通り完成です。最後に、毎回してるんですけれども、先端を削っていきたいと思います。はい、ボードガイルを用意します。最後先端を削ります。先端なんですけど、見えるかな、ちょっと薬指が赤が先端残ってるんですけど、これ削ってあげるとなくなりますので、中指ないんですよね、なくなります。
削ると赤のラインなくなりました。はい、先端削りが終わりました。先端にあった赤のラインがなくなっています。最後ですね、先端分厚いところがありますので、分厚いところは裏から削って、厚みをなくしていきます。ビットは、削った時と同じ T-Rex カーバイトビットを使用します。T-Rex カーバイトビットはフォワードで使用するビットなんですけれども、少しでしたら、リバースも削れますので、3分の2はフォワードで、3分の1ぐらいはリバースで削れます。はい、最後ダストを払って完成です。ちょっとジェルついてるとこあるんですけれども、自分の手をやるときに皮膚にジェルをつけないように気をつけてください。すぐに何かあるということではないんですけれども、皮膚にジェルがつくことを繰り返しているとアレルギーなどになる可能性もありますので、極力ですね、皮膚にはつけないようにご注意ください。はい、今日はですね、以前つけた真っ赤ですね、真っ赤のロストレッドグラスのカラードベースビルダーをフィルインしてみました。このベージュがついているところが前回赤だったところなんですけれども、カラードベースビルダーでフィルインの土台作りをする場合は赤の色消えてくれますので、ぜひですね、カラードベースビルダーを使ってフィルインをしたいという方、カラードベースビルダーのロストレッドグラスを使ってもフィルインができますので、ぜひですね、今日使ったカラーと合わせてロストレッドグラスも使ってみてください。あとヘイジージェルですね、新しく出たアート用のジェルなんですけれども、簡単にニュアンスアート作ることができますので、こちらのジェルもおすすめです。はい、もう何回やってるかわからないぐらいずっとフィルインを繰り返しているんですけれども、このような感じでフィルインは繰り返しすることができます。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。今日はこのような感じでフィルインをしてみました。ぜひ、参考にしてみてください。ぜひココイチャンネルのチャンネル登録、そしていいねボタンのクリックもよろしくお願いします。ココイチとテクニカルアドバイザーの石内初美でした。ありがとうございました。